薬島国立公園薬島国立公園は、鹿児島県の薬島の一部及び口の選ぶ島の全域から構成される国立公園。指定面積は32,553ヘクタール。2012年3月16日に霧島薬国立公園から分離され、30番目の国立公園として指定された。宮の浦だけを中心とした山岳景観を形成されており、 海岸から宮の浦岳山頂まで植生の垂直分布が確認され、また樹齢3000年とも言われる薬杉が喫立し、また野生動物も豊富に確認されており、生物学上にも貴重である。1993年には島の面積の約2割に当たる107.47平方キロメートルの区域がユネスコの世界遺産に登録された。また、 島北西部の前浜、田舎浜、四津瀬浜が、薬島長田浜として、ラムサール条約に登録されている。新旧二つの火山群が結合し成形された、殺難火山群島最大の火山島である。1964年3月16日に、金港湾国定公園と共に、霧島国立公園に編入され、霧島薬国立公園の薬島地域となった。 しかし、霧島地域や近郊湾地域など火山活動を起源とするものと当初生態系である薬島地域では性質が異なることから2011年12月22日に霧島薬国立公園から薬島が独立する形で薬島国立公園を設置する計画が決定し2012年3月16日には官報に告示され同日付で 霧島役国立公園から分割され、薬島国立公園が設置された。薬島国立公園内では、薬島の南西部にあるクリオ近辺と口の選ぶ島の目が先近辺の海が海域公園に指定されている。ありがとうございます。